ショッピングモールにおけるコンシェルジュ・コンシェルジュ、またはコンシェルジェとはサービス業の一つ。日本のホテルロビーに設置されたコンシェルジュ・デスク・コンシェルジュという言葉は本来フランス語では集合住宅の管理人という程度の意しか持たない単語である。そこから解釈を広げ、ホテルの宿泊客のあらゆる要望を案内に対応する。 総合世話係というような職務を担う人の職業名として使われている。宿泊客のあらゆる要望に応えることをそのモットーとしていることもあり、決してノートは言わないと言われている。中世の時代から、コンシェルジュは巡礼者が訪れる教会に常に在中し、ホスピタリティを持って巡礼者を迎え、旅にまつわるトラブルを解決し、次の目的に正しく導く手伝いをしていた。 という歴史が存在する。国際的でかつ最も権威の高いコンシェルジュ団体として1929年にフランスで設立されたレクレフスドールがあり、会員は交差した2本の金色の鍵のバッジを襟につけている。近年はホテルに限らず、ステーションコンシェルジュやボーテコンシェルジュなど主樹の施設で同様の役割を担う人をコンシェルジュと呼ぶような使い方や、 サービス体系として、コンシェルジュサービスという呼び方もされている。ホテルのコンシェルジュ同様に、マンションのフロントで居住者向けの生活サポートサービスを提供するスタッフを、コンシェルジュと呼び、こちらはフランス語の原義に近い意味合いとなる。また、ギフトの分野においては、カタログギフトのように多数の品、サービス中から商品を選ぶのではなく、 ギフトを送られた側が質問に答えることによって、その道のプロが最適な商品を選択、ブレンドして送付してくれる、コンシェルジュギフトと呼ばれる商品がある。さらに、インターネットサービスの分野においても、コンシェルジュのように、心臓語の一部として使われている例もある。フランス語発音、KSJ、ありがとうございます。